せーの、リンゴ。わあ、今日は何して遊ぶ？俺様とっておきの果物なぞなぞを知ってるよ。果物なぞなぞしようぜ。わあ、面白そう。いつの間にそんななぞなぞ仕入れたの？遊ぼう遊ぼう。じゃあね、赤くて丸い果物なーに？簡単簡単、赤くて丸い果物でしょ。じゃじゃーん、これよこれ。せーの、リンゴ。アンパンマンのお花に似てるわね、真っ赤っかで。僕のお花とほっぺたまん丸だもんね、リンゴみたい。やっぱりわかった。正解、2人とも正解。ピンポンピンポン。はい、赤くて丸い果物なーに？答えはこちら。じゃじゃん、リンゴでした。じゃあ次のなぞなぞ、僕も果物なぞなぞ知ってるから出すよ。黄色くて細長くて甘いんだよ。何かな？細長い、細長い。ドキンちゃん、それ野菜だよ。そうか、違かったわ。黄色くて黄色いのは皮なんだよ。皮？皮？お月様に似てるよ。わかった。はい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 。はい、バイキンマン。これでしょう。あ、お名前は？せーの、バナナ。正解です。お月様みたいだもんな。はい、黄色くて細長くて甘い果物はじゃじゃーん、バナナでした。じゃあ次はドキンちゃんが出すわよ。ちょっと難しいかな。じゃじゃーん、粒が集まっているのよ。ほら、ヒントはこの形、まん丸いのがいっぱい集まってるよ。なーにかなー。まん丸いのがいっぱい集まってるの？こういうこと？こういうことかな？ちょっと違うわね。難しいよ、ドキンちゃん。ヒントをください。納豆かな、丸いっぱいなの。それは果物じゃないわ、バイアンパンマン。そっか。ヒントはバイキンマンのおててみたいな色の果物よ。あ、あれだ、あれ。わかった。はい、アンパンマン、教えて。つぶつぶがあってとても甘くて美味しいよ。みんなも好きかな。じゃーん、ぶどう。正解、ピンポンピンポン。わあ、全然わかんなかった。本当だ、俺様の手とちょっと似てる色が。やったね、大当たり。はい、粒が集まっている果物はぶどうでした。なぞなぞ楽しかったね。なんか果物ドキンちゃん食べたくなってきちゃった。僕も僕も俺様も。じゃあ果物狩り行こうぜ。行こう行こう、あっちの山でたくさん取れるんだよ。わ、やった、ぶどう食べたい。動画を見てくれてありがとう。じゃじゃーん、
みんな携帯で見てるのかな。見てたらここのアイウェアおもちゃのチャンネル登録お願いします。あとはこの白い丸いボタン、これを押してもらうとアイウェアおもちゃのいろんな動画が見れるよ。わからないときはアイウェアおもちゃで検索してね。また遊ぼうね。バイバーイ。